じゃあこんにちは佐々木さん、はい。まあ、今シーズンプロ野球も終わりましたし、はい、日本シリーズも終わりましたけれども、まあ、蓋を開けてみるとセリーグとパリーグのそれぞれの頂点に立ったのが2年連続最下位だったチームヤクルトとオリックスだったと。これ結構まあまあ衝撃的というかすごいなと思ったんですけれども、まあ、2年やる気なかったもんね、その2つのチームは。いや、まあ、そんなことはないまあ、そんなことはないけど、でも2年でそのリーグのトップまで行けて日本シリーズああいう戦い方を見せてくれるチームまでなるっていう、うん、でもね、はい、オリックスとヤクルトは全く質が違うよね、やり方が、はい、オリックスは中嶋監督にした時に、うん、中嶋監督が今までのメンバーとまるっきり違ったスタメンを発表したよね。翌日からでしたよね、うん、だから使ってる選手が違うというふうに思ってたんだろうね。だからここら辺は監督の裁量がないとできないことで、はいはい、やっぱこうよく見てたということだろうね。でそれを信じて使い続けたということだよ、まあ、杉本がしかりだよね、代表的な選手が、うん、コンバートもいろいろやったよね、はい、宗をサードにしたり、うん、福田をセンターにしたり、まあ、いろんなことをやった、はい、それでも再開を昨年なんかはしていて、うん、で吉田と山本しかいないじゃないかという、はい、だけど言えば柱は2本立ってんだよね、投打の。そうですね、うん、あとは2本立てれば家が立つっていうさ、はい、柱って物事って4本からできてるっていうふうに言われてる、うん、だから例えば名前でも森藤恵美、はい、4文字やんね、これ柱が立ってる。高木豊3文字、はい、これなんか一つ欠けてるっていうふうに言われるんだよ。だから寂しい思いもどっかでするんじゃないかとか、はい、それは言われるんだけども、はい、だけどしっかり4本が立ったということだよね今年。そうですね、山本宮城、はい、吉田杉本、はい、使い続けた選手たちが期待に応えてくれたという、うん、でヤクルトはちょっと違って、はい、現状の選手のやる気意識そういうものに着目したよね。だから最後にその高津監督が言った言葉が絶対大丈夫っていう、それを胸にマウンドに上がったんだと思う、はい、ピッチャー陣は。で小川がヒーローインタビューで絶対逃げないということをみんなで誓い合ってますと、はい、いう内情を教えてくれたヒーローインタビューがあったんだけどさ、奥川あれだけ投げててあれだけのフォアボールの少なさ、うん、もうとにかく向かっていくよ。で高橋奎二、はい、これ結婚して変わったな。変わりましたね。あのなんか恋が飛び跳ねるような、はい、ピッチング、うん、なんかこう躍動感がある。誰一人こう逃げるような素振りを見せないんだよ、はい、ここら辺がやっぱこう高津監督が教え込んでいってたのと、やっぱ伊藤智人って素晴らしいピッチャーだった、うん、そういうバッターに出して決して逃げなかった、はい、この2人は、うん、それを注入していった、うん、そしたらねもう腕の振りが全然変わっちゃったの、うん、今まで自信がなさそうにマウンドに来てて、はい、まあ、前の人が打たれてるから俺も打たれてもいいかみたいな、うん、そんな感じだったんだけど今は違うもんね、うん、前のやつがやられたら俺がやり返してやるみたいな、うん、そういう感じでマウンドに来るよね、うん、だからあそこはピッチャーがどうかっていうことだけだったんだよね、はい、まあその球団の考え方はつなぐ野球も必要だけどもホームランも必要だと。神宮という球場の特性を考えた時にやっぱこうホームランが出やすいということで、はい、まあ、オスナーとサンタナを持ってきた、はい、でこれ左を持ってこなかった右を持ってきたんだよね、はい、で今主流的にピッチャーが持ってるボールってカットボールが多いんだよ、うん、これは左は苦にするけど右は格好の餌食になる時あるんだよね、はい、だから俺は右を持ってきたんだと思うんだよ外国で、はい、だから戦略としてすごくこうハマったという、はい、だから家族みたいなチームを作り上げたというね。スファミリーですよねヤクルトの。でベテラン、はい、これは野村監督がやっぱこうヤクルトでやってる時もそうだったんだけどやっぱベテランをうまい具合に使い、うん、で中堅は叱咤激励し、はい、若手がいるという、はい、この若手が素晴らしいわヤクルトは、うん、
村上を筆頭にすごいです、ね、やっぱチームを引っ張っていこうとする、はい、あの若手の、まあ、村上 の, その精神、はい、あれはやっぱすごいな。あの、まあね、ピッチャーがピンチの時には誰よりも行きますもんね、うん、あの自分がエラーしても行くから何やってんだって俺のせいなのにみたいな、ね、いやだけどそのぐらいやっぱ勝ちたいんだよ彼は。でベンチでも誰よりも喜びますよね、うん、そうそう、うん、で奥川もあんな優しい顔してて、はい、平和な感じはするんだけど、はい、でも投げてるボールはすごいしさ、はい、決して逃げないしね、はい、うん、いやだからその奥川投手高橋奎二投手がこの2年で一体何があったんだろう。いやだから意識が変わったんだと。意識なんです、ね、チーム全体の意識が変わったんだと。で青木もやっぱり勝ちたい、はい、内川も勝つことは知ってる、うん、はい、川端はここでしか生きる道がないって必死にやるみたいな、うん、やっぱこうなんていうのかな、意識が変わったんだよね。でオリックスは柱が立ったと、うん、だから吉田がポンと柱が折れた時に、はい、登録抹消になった時にちょっとチームがガタついたでしょ、はい、まあ、その時に宗が代わりをしたりだとか紅、うん、林がね、うん、代わりをしたりとかできるようになったけど、はい、まあ、そういうことでやっぱりこう12球団はさ、うん、常にチャンスがあるんだよね。そういうチャンスがオリックスはね、はい、戦力はあるっていうふうにずっと言われ続けてて、うん、はい、でまとまりがないっていう、あ、その点が線にならない、ならない、それを見事にまとめたのが中嶋監督だよね、はい、ね、これは本当にこうチームを戦う集団に変えて、うん、強いチームを作り上げたっていうのは、はい、まあ、素晴らしいことだよね、うん、ヤクルトの方は意識が変わったら人ってこれだけ違うんだというね、うん、まあ、例えば高橋奎二が結婚する、はい、ね、こんな人を奥さんにもらえたんだっていう男としての自信というものがマウンドにあるみたいな、そう思わない？わかるでしょ。そうですよね。わかるでしょ。わかるでしょ。誰でも知ってるね、国民的なアイドルの方を奥さんにもらって、ね、それもトップだったわけだから、それは自信を得るよね。はい。で幸せに、ね、はい、するためにって腕振るよね。はい。だからこれが筆頭に、うん、みんながなんかこう意識が変わっていったというか、うん、高橋奎二が変えていったんじゃなくてね。うん、高津監督はもう絶対大丈夫だから絶対、やっぱり言い聞かせてきてるんだろうね、うん、絶対大丈夫っていうの、うん、だからマウンド行く、ね、お前不安な時あっただろうって、うん、でも絶対大丈夫って、お前の力あったら腕振ったら絶対大丈夫ってやっぱり勇気を与えたんだと、それで意識を変えたんだと。だそれ先発だけじゃなくて、例えば今野投手だったり清水投手だったりその中継ぎ陣にも同じことをずっとこう伝え続けたというか、うん、マインド的に、まあそうだね、うん、ということはじゃあ例えば今ちょっと低迷してる広島であったりとか、そういうチームももちろん来シーズン、いやチャンスあるよ、どのチームもチャンス、全部チャンスがあるってことなんですね。あるね。ということは意識改革、意識づけだったりとか、どういうコーチや選手がまとめていくかってことがってことなんですか。いや 大事だと思うよ。だから巨人がいいのは、はい、上昇軍団で、うん、絶対負けれないっていう、はい、ことが伝統的にあるわけよ、うん、で俺らは負けは許されないっていう、はい、これがもう常にこう意識に組み込まれていく、それが伝統なわけね、巨人の、うんうん、だから強さをずっと誇れてると思うんだよ、はい、でも他の球団って今年はダメだったなみたいな、うん、いやダメだったんじゃないんだよ、勝てたけど何が足りなかったんだっていうのを探し出さなきゃいけないんだよね。そこですね。そう、意識を変えるっていうのはすごく難しいかもわからないけども、うん、例えば青木がベテランのチームのトップでいたりだとかさ、はい、で山田があのキャプテンを買って出て、うん、ね、青木からそういう精神を注入されたりだとか、そうしてる間に村上が、え、俺より分かんないの、こいつやるなみたいなのが出てきたりとか、だからすごくチームもうまく構成されてるし、かといってギスギスしない家族的な雰囲気も保ちながら戦っていくという、これはなかなか崩れるヤクルトではないなと思うよね。そうですね、うん、
意識が変わった時には強いから人間って。そうですね、うん、で考えると例えば来シーズン日本ハムだったりとか中日が新しい監督やコーチ陣に変わるじゃないですか。ってことは強くなる変わっていくチャンスも秘めてるってことですよね。ああ、この2チームも、うん、変えた時っていうのは、はい、いい方に行けばいいけど、うん、崩壊することもあるからね、はい、だからそれは気をつけなきゃいけないけども、うん、絶対チャンスはあるから12チーム全部に、ね、だからいかに監督、はい、コーチっていうのが大事なのかっていうのが分かる。だから今年まさにそれがすごくよく分かる年でしたよね。そうですよね。だからこれを踏まえてまた来シーズン その始まったキャンプなどを見て豊さんの来年の、ね、また順位予想なども楽しみになってきますね。まあ、そうだね、はい、もう予想しなくていい。今年は分かんないよ。今年はヤクルト最下位だったし、オリックスは5位だったから。だからもうちょっと申し上げなくてさ。そうですね、今度はまたちょっと一から立て直してみましょう。来年はまた難しいよ。立浪が中日、はい、ね、新庄が日本ハム、なんか起こしそうだしね。いやー、なんかちょっとね、波乱の楽しい年になりそうです、まあ、来シーズンも。そうだね、はい、はい。